皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。今回も前回の解説動画に引き続き、ランボルギーニの歴史について紹介したいと思います。本動画はその9になるので、全シリーズを見たい方は、コメント欄もしくは概要欄に URL を添付しているので、ぜひ見てください。では、今回の動画もお楽しみください。どうぞ。フェルッチオは打倒ポルシェのためにウラッコを製作しました。小さな王子と言われるウラッコは、大量生産を試みた挑戦的な車種でしたが、完成度は高いのにもかかわらず、あまり売れませんでした。しかし欧州の自動車メーカーには影響を与えており、フェラーリからはウラッコを意識したようなモデルが登場するくらいでした。一方その頃、フェルッチオは、ウラッコの開発と同時にもう一台の車種を製作していました。それがハラマです。1960年代後半当時、ミューラやエスパーダが好調だったので、イスレローフルモデルチェンジし、生産体制を整えようと考えました。そのため、イスレロの後継車としてハラマを開発しました。イスレロ自体はそれほど問題のある車ではありませんが、中身は全モデルの 400GT とほぼ同じであり、デザインもおとなしかったのです。そのため、イスレロ登場から2年後に新型へ向けて設計とデザインを考え直しました。性能面ではスポーツらしさを全面的に押し出すようにし、デザインはいつものことながらベルトーネ社のマルチェロ・ガンディーニが手掛けました。そうやって製作されたのがランボルギーニハラマでした。ミューラのような流形デザインではなく、デロリアンや M1 を彷彿させるような曲線形であり、イスレロよりスポーティーさが感じられます。エスパーダと同様にカロッツェリアのベルトーネに委ねられることになったボディデザインは、直線を基調としており、そのシルエットは、同じ直線基調でもイスレロとは異なる魅力を感じさせます。またルーフの後端は上方に向かって曲面を書き、それによってスポイラーの効果を得ているのも特徴です。フロントに関しては V10 にエンジンを積んでいるのにもかかわらず、そう感じさせないデザインであり、イスレロと比べると、さらにワイド&ローの傾向を強めています。完成度の良さからフェルッチオやテストドライバーのボブの評価は高かったです。さらにヘッドライトは特徴的であり、ユニークな開閉をします。改めてスペック紹介をしますと、4人乗りの2ドアクーペであり、エンジンは V 型12気筒の4リットルで、初期モデルでは350馬力を発し、変速は5速 MT と3速 AT です。では、ハラマについていくつかポイントを紹介しましょう。まず一つ目はスポーツ性と利便性を兼ね備えていることです。先述したようにハラマは V10 にエンジンを搭載しており、ミューラと互角の存在だったと言われています。それなのに2プラス2シーターであり、内装も問題なしでした。二つ目はホイールベースです。まずホイールベースとは、車を真横から見たとき、前輪の中心から後輪の中心までの長さを指し、日本語では再円軸距や軸距と表現されます。ホイールベースは車によって異なり、運転性や室内空間などの特性を出すことができます。ハラマの場合、ホイールベースは短くなっており 2380mm です。イスレロが 2550mm、フェラーリの 365GT が 2650mm だったので機用度力が感じられます。このショートホイールベースに対して初代ミューラと同様のエンジンである V12 を搭載したので、ハラマはコーナリングスピードを強みとするサーキットマシンになりました。しかし、ショートホイールベースにしたゆえの弱点があり、シャシーが短くなりすぎました。リアシートを押し込んだ設計になり、フロントエンジンも若干室内に干渉し、その結果、冷却性の悪さも伴って室内が高温になりました。そこで2年後に、改良されたハラマ S が登場し、ボンネットにダクトが追加され、エンジンも365馬力に向上し室内も広くなりました。しかし売れ行きはあまり良くありませんでした。初代ハラマが176台の生産で、ハラマ S が152台であり、あまり売れずに終わりました。性能と日常使いを両立した車ですが、派手なミューラやエスパーダの影に隠れてしまったのではないかと言われています。ちなみにですがハラマとはハラマ川から由来している名前であり、東宮の繁殖地域として有名だそうです。また車両説明として補足になりますが、ハラマにはレース用としてハラマラリー、別名ハラマ RS が存在していました。その車はイオタの時と同じくボブ・ボレスが開発したレース仕様であり、ボディの軽量化や足回りのチューニングがなされており、エンジンは重心近くに移動しました。
ヘッドライトが低い位置になり、フロントスポイラーが装着したのも特徴です。さて、ウラッコとハラマが発売された1970年に、ランボルギーニ社は新たな車を開発しようとしていました。それはミウラの後継車でした。この時期になるとフェラーリからも新たな車種が登場し、ミウラに続く高級スポーツカーが必要になってきたからでした。というわけで新たな車を作るのですが、その車が世界に名を広めるレトロスーパーカーになるのでした。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか。次回はあのスーパーカーについて紹介したいと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。